エスニックス長いね、ここも長いね。この宮はぱっと見そう入っとらんな、この時間だで。山ちゃんどでかいな看板、まだここは開きっぱなしですね。サイゼリアはさすがにサイゼリアは3割ぐらいって感じだね。今日はね、ミレバンきついてる。ミレバンも結構きついよね、業績的に。まあそう思うとなかなかね、新たな一歩一手を打つってのは難しいですよね、商売は特に。ルンダンって何？マレーシア風牛肉煮込み。ルンダン、ルンダン美味しいんかな。さあ上田一本松、マクドナルドはそんなにおらんけど結構おるな、この時間でも。はい、皆さんこんにちは、名古屋のジェイモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。スーパー激戦区の名古屋市東部焼山へ来ました。フィールはどうか、混み具合そんなに混んどらんな、意外と混んでなかったな。店屋はどうよ、店屋は吸い取るな、吸い取るなって、もうお昼時吸い取るでね。こんな時間はそうおらんような気は、今車めっちゃおるやん。どえらおる、ブロンコビルは意外とおるな。どうよ、混み具合えらい混んどるな、いっぱいじゃん。ちなみにくら寿司は少ないね。なんだったこれ、チーズケーキの店は なんちゃらっていう、リーズチーズ。ああここもね混んどるね。まあ私もですね、まあ、運動不足のせいがありますけど、運動不足っていうのはやっぱりね、自転車を乗ってて週末はそれはまあ確かに運動してるんでしょうけど、日常がね、まあ、万歩計つけてできる限り記録をして少しでも歩くようにと思ってますが、やっぱり1万歩どころかせいぜい5000歩ぐらいしか歩いてないから、やっぱり運動不足なんですよね。さあ西友来ました。パッと見結構埋まっとるね、やっぱ駐車場いっぱいじゃん。お店の中も人多いな。駐車場この手前のとこ立地も結構入っとるね。ああかなり混んでますね。まあ暑いからねこれ、結構風来ないと暑いね。やっぱ直射日光は結構きついです、じりじりとね、容赦なく照りつけてきますんで。まあでも勝政お客入ってなかったのかな、撤退したってことだね。さあゆるゆると、今日も暑いのでゆるゆるになりかねません、本当に。そんなに漕ぐとね死にそうですインド料理ニューバンチャ、意外と長くやっとるなここも。さあ梅森坂の交差点到着しました。これ北側向いてます、混み具合まあそんな混んでないね。さあ岩崎台1丁目まで来ました。このまま行くと一回下っちゃうんだよなと、そんなことをブツブツ言いながら。この辺はね今日は車少なめだね。さあゆるゆると登っております。ここって前本屋なかったっけ、これ保育園で、ここ行くとトータルビューって書いてある。スタバの混み具合結構おるな。山陽道結構おるよねいつもね。今もうパッと見てほぼ満車。さあメガドンキと書いてある三岡具山の横を抜けております。パッと見てどうよ、パッと見てここから見える限りだけど、おまあまあ入っとるかな。右手に苔の店オープン5月8日って書いてあったね。苔も難しいですよね、普通に水やってて枯れちまったなんてことはザラにありますし、よくわからんな管理が。さあ徐々に近づいております。先般動画を撮りに来たのはいつだったっけ。あなんか反対側無料駐車場みたいなの撮るな、なんか臨時駐車場。あ渋滞しとるね、こっちは出口だからね、全然その混んでる感じがしないし。肉の杉本が来た、最近丸秋にやられとるでさあさあさあ、めちゃめちゃ自転車通ってます。さあ新田に行った、どっちかわからん、うん、あの信号前だね。まあだからどうなんだろう、開店前の土日とそんなに変わってない。さあ元気は7割ぐらい。今度赤池方面に見に行きましょう。あげますって書いてある、ここあの古い家屋もね撮影済みですけど、めっちゃ昭和じゃん。
だってあそこだけ昭和30年代ぐらいだよね。稲穂40年ぐらい前から間違いなくありますね。まあ、あれから40年かって。まあ時なんてものは過ぎてみるとどれぐらい長生きしとってもなんか50年前かって言われてもなんか意外と若い気持ちがするよね。特に40年前って言ったら私もまあね本当にあの若かりし頃なんですけど、まあなんか40かうーんぐらいの感じでね、あんまり遠い過去でもねえなって。あ、大衆中華中央飯店。さあツインカムはねぱっと見なんかあんまり混んでるって感じじゃないですね。何これ、眠りデザインラボって書いてある。何、服部家具センターがやっとらしい、やっとらせる。ぱっと見山田電機は非常に空いてますね。警備員を立たせるほどでもない。駐車場の埋まり具合はどうですかね、3割ぐらい。ぱっと見混み具合どうか、あ9割ぐらいかな。まあまあ混んどる。いやー結構家できとるね。どんどんマンションもできてるし、まあ確かに駅近いからね。さあプライムツリーどうでしょうか。じゃんじゃん車出てくるな。パッと見駐車場はねだいぶ待っとるね。だいぶ待ってますね。さあ赤池、そういえば寿司ホテルなくなったんだよね。なんか駅前寂しい感じだな。さすがに駅から歩いてくる人はそんなにはおらんですかね、プライムツリーへ。寿司御殿のあったところはなくなってます。ラフーズコアはまだあるかな。さあ浅くもあるのかな、何かあります、ありますよ。そういやこの前テレビで浅くもやっとったね、西部警察の話題で。さあ IO は混んでるか混んでないか。この前通った時えらい混んどったな。そういや今日はねどうでしょう。さあピアゴ平場店は混んでるか混んでないかどれぐらいかちょっと様子見ますか。平場の後ろは相変わらず混んどるな。どえらい混んどるな。基本昔もそうだけど出入り口が向こう側だもんでやっぱり出入りしにくいよね。っていうかここの角は車で来ると来にくいよな、起きにくいよな。ちなみにですね信号が全然変わりません。向こう側の岡崎街道平張街道の方と連動するもんで。さあピアゴの混み具合はどうか。ピアゴの混み具合は、まあ、混んどるな。駐車場はほぼ満車、1台空いとるか空いとらんかぐらいですね。ガストもどうだ、ガストもまあまあ混んどるだ。結構混んどるじゃん。ドンドンもなぜか混んどる。ダブルスキンはえらい高校と明かり耐えとるな、この真っ昼間から。そうでも来る人は来るだろうな。ジムキング、まあまあフィールはどう？8割ぐらい？結構おるね。